公州百目公州百目は日本各地で栽培されている柿の大型の品種。果実から干し柿が作られる。古くから主に山梨県甲府盆地周辺で栽培されていることから甲州の名が冠されている。公州百目は釣りがね形をした大型の不完全支部柿で通常のものでも3 5 0ムから4 0 0ムほどになり、 大きいものになると500グラム以上になる。100目の名称は100問目から付けられたと言われている。12月中旬に年末贈答用として化粧箱に入れられて出荷される。渋抜きを施して生殖するほか、主な産地の甲府盆地では、ほとんどが干し柿として利用される。手作業で柿を剥く。例年11月初旬に収穫が始まり、皮を剥き群状を施した後、 吊るし柿にして20日間ほどを天日で乾燥させる。その後、棚干しと呼ばれる作業に入るが、一個ずつ手て作業により、果実をもんで、柔らかさと形を整えていく。こうして出来上がった干し柿は、コロ柿として化粧箱に入れられ年末の贈答用として出荷される。甲州百目の産地として知られる、甲州市松里地区では、毎年11月から年末にかけて、 民家の軒先に多数の星柿が吊るされ、この季節ならではの風物詩となっている。JA フルーツ山梨特産品頃柿。ありがとうございます。